紹介。今回紹介するのは先日開催されたチャンピオンズリーグ横浜において配信で登場し話題を呼んだメルメタル VMAX です。メルメタル VMAX は HP330 の高い数値を持ちつつ、技の巨大パンサーは3エネで使える技でありながら5エネに到達すると280ダメージという火力が出るようになります。現環境ではゲラティナ V スター、パニキア V スターなど HP280 のポケモンが主流となっているため、この巨大パンサーの火力は非常に信頼できるものになっています。大量のエネルギーといえばアルセウス V スターのトリンティーの場合はトリンティーチャージで補ってあげたいということで、アルセウス V スターと組み合わせたものが使われていました。デッキレシピはこちら。目指す着地点はアルセウス V スター、メルメタル V マックス、メルメタル V マックスの3匹のみの盤面。ポケモンの採用を限界まで絞ることによって相手は合計最後8枚分のポケモンを相手にしないといけないということになりますし、 HP330 のメルメタル V マックス2体を相手にするのは骨が折れるはずです。この盤面を目指すためにデッキは非常にシンプルに作られており、計17枚の大量のエネルギーに加えて配信でも登場したサナはリソースを減らさずドローできるカードとして珍しい採用となっています。パックが発売した当初からずっと外れ扱いされてきたメルメタルがまさか3200人中24位になるほどの活躍をするとは本当に驚きでした。ポケカはこういった突然の活躍があったりするのがマジで面白い。シャロンパンサー。